ジョージ・ W ・ブッシュアメリカ合衆国大統領に拉致被害者奪還の協力を求める横田めぐみの母弟と脱北者少女北朝鮮拉致問題は北朝鮮工作員が他国民を密かに北朝鮮へ拉致したとされる事件を受けて拉致被害者と思われる失踪者を探すものないし所属国が情報提供を引いては拉致被害者の帰国を北朝鮮政府に対して求めている問題及び これらの交渉に関連した諸問題を指す。現在北朝鮮は少なくとも世界11の国と地域から拉致を行っていると報じられている。全容は明らかではないが、連れ去られた人々には少なくとも日本人、アメリカ人、タイ人、ルーマニア人、レワノン人、オランダ人、フランス人、ヨルダン人、ギニア人、イタリア人、シンガポール人、マレーシア人、 韓国人、中国人が含まれると見られている。脱北した元北朝鮮統一戦線部幹部のチャン・チョ・リヒョンが救う、開主催の国際セミナーで報告したところによると、世界各国から子供を拉致する、金正日総書記の指令が出され、日本だけでなく世界各地域から北朝鮮工作員に育てる目的で、特に子供たちが拉致される事例が多かったという。 2013年2月時点で、拉致被害者の出身国は14カ国に上る可能性が浮上している。2002年に、金正日国防委員長は、小泉純一郎法長での日朝首脳会談の際に初めて公式に一部の拉致を認めて謝罪した。同年10月15日に拉致被害者の一部が北朝鮮から日本に帰国している。2004年には、 中国雲南省旅行中に姿を消したアメリカ人男性が拉致されたとされる。アメリカ北朝鮮人権委員会によると拉致されたのは米国人男子学生で、その直前には米会員で北朝鮮人権法が可決されたことに反発した北朝鮮が米国人に対して行動を起こすと警告していた。韓国ラホク家族協議会代表の再生流によると、 金正日が、が自分のの子供たたちに英語教師が必要だととしして、拉致の指示をしたという。この問題に関して、家族会代表、飯塚茂芸夫と山谷恵里子が2012年に渡米した際、アメリカ側からこの男性はユタ州出身で、失踪には中国当局が関与していた可能性があると伝えられた。2014年2月、国連の調査委員会は北朝鮮による拉致や、 公開処刑などは人道に対する罪に当たると非難する報告書を公表した。北朝鮮による拉致の被害者は世界で20万人を超えるとした。2015年3月16日、国連人権理事会で北朝鮮とエリトリアの人権状況が報告された。北朝鮮の報告書は丸月ダルスマンによるもので、それによると朝鮮民主主義人民共和国政府は 報告書の信頼性を損なうことを模索する努力を惜しまなかった。そして北朝鮮で行われている拉致、監禁、拷問などの人権侵害を非難し、直ちに停止するよう要求した。北朝鮮は報告書を否認し、歪曲と捏像が含まれていると主張した。2019年、2014年に田中ミノルラ二人の生存情報を非公式に北朝鮮が 日本政府に伝えた際、政府交換が非公表にすると決めていたことが明らかになった。ABCDEFGHIJKL、忘れてはならない世界で続く北朝鮮の拉致問題。 NHK ニュースウェブ、HTTPS コロンスラッシュスラッシュ www。www。0. 0. n。HK。とと。JR。JP スラッシュニューススラッシュ HTML スラッシュに例に。零一二一一スラッシュ k イチ。零一二七五八三一一。零零零。HTML に例に。一年二月十八日。エクラム。ABCDEFGHIJKLMNOPA。 北朝鮮による拉致の分析。救う会。2011年11月20日閲覧。日本以外の拉致被害者。北朝鮮による日本人拉致問題外務省。2010年4月4日。時点でのアーカイブ。世界各国で子供拉致する要司令。拉致被害14カ国に拡大脱北者。ドイツ、シリア人も。産経新聞。 http://sankei.jp.msn.com.smp.world.news.13 万210。高<ッ> 13, 13兆210億200万1。shtm2013 年2月10日閲覧。北、米国人も、拉致か米調査機関が指摘トランプ政権。2004年の、米大学生北朝鮮拉致疑惑真相調査に、 百種中国が米国人失踪に関与拉致情報を米側に提供家族会代表ら。産経ニュース2012年5月9日。アメリカ合衆国国務省のトマスナイズ副長官、及びユタ州のマイケルリー上院議員と面会し情報を得る。宮下秀夫。拉致は人道に対する罪国連遺最終報告書。近体制の関与名言。産経新聞。 http://sankei.jpmsn.com ワールドニュース14217高14兆217億2312万 3N1 HTM 2014年4月18日閲覧 Council Halls Separate Debates On the Situation of Human Rights in the Democratic People's Republic of Korea and in Eritrea 国際連合人権理事会、レポートオブザスペシャルラパポーター、オンザシチュエーションオブヒューマンライツインザデモクラティック、ピープル、エスリパブリックオブコリア、丸月ダースマン国際連合人権理事会京都、新聞2019年12月27日長官、三ありがとうございます。